ブロワーはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はフグ科に属する複数種を表すブローフィッシュにちなんで命名された造語。アメリカ公文書では大西洋及び西インド諸島に生息する種を想定しているが、この方面ではフグ科はパファーフィッシュやトードフィッシュの故障が一般的でブローフィッシュの故障はインド洋から オセアニア州にかけての地域で多様される。千人フグオレンジスポッテッドトードフィッシュブロワーは1943年7月15日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年4月23日にリチャード FJ ジョンソン夫人によって命名浸水し8月10日に艦長ジェームス・ H ・キャンベル少佐の指揮下収益する。 ブロワーは12月16日に新珠湾に到着し、修理及び訓練に従事して、紹介に備えた。1945年1月17日、ブロワーは最初の紹介で南シナ海に向かった。この紹介では、最終的には戦果を上げることはなかったものの、唯一の戦闘機会が2月13日に訪れた。この時、ブロワーは、 両艦バーゴールと共に、この後北号作戦参加の戦艦ひなた、伊勢以下の艦隊を迎撃するよう命令を受けた。ブロワーは、バーゴールの隣のショークで艦隊を待ち構えた。やがて、レーダーにより、艦隊を探知して接近。ブロワーは、北緯15度50分統計110度50分、北緯15.833度統計110.833度。 15.833110.833の地点で至近距離から来撃し命中音を2つ聴取した。しかし実際には命中していなかった。バーゴールもブロワーに続いて4400メートルの距離で魚雷6本を発射し命中音を1つ聴取したがこの攻撃は失敗に終わった。三月十九日、ブロワーは六十日間の行動を終えて フリーマントルに寄討した。4月14日、ブロワーは2回目の紹介で、ザワ海及び南シナ海方面に向かった。しかし、この紹介では4月26日に一度船舶を見た、のみであり、戦果を上げることはなかった。5月24日、ブロワーは40日間の行動を終えて、スービックワンに寄討。艦長が、ネルソン・ P ・ワトキンスに変わった。 6月20日、ブロワーは3回目の紹介でタイランド湾方面に向かった。4度の攻撃機会があり、4度目に遭遇した日本の潜水艦に魚雷を2本命中させたと判断された。7月28日、ブロワーは35日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。ブロワーは1945年9月8日にフリーマントルを出港し、 マリアナ諸島を呼び、カロリン諸島で数ヶ月間の訓練を行った後、真珠湾経由で帰国、1946年1月29日にサンディエゴに到着した。帰国後、1946年から1949年まで、ブロワーは太平洋艦隊潜水艦部隊に所属し、主として西海岸沿いに定期的な水雷訓練と、 艦隊音響学校の作戦活動、訓練計画に従事した。1946年の後半には、真珠湾を呼び、マリアナ諸島を経由して、日本への巡航を行った。1947年前半には、真珠湾の近海で艦隊の作戦活動に参加した。その後、ブロワーは1948年8月から9月にかけて、カープと共に、 アラスカ水域で活動し、宿地海で氷山沿いにレーダー追跡及びソナー訓練を含む調査巡航を行った。サンディエゴに帰還すると1950年初めまで定期的な作戦活動に従事し、その後東海岸に向けて出航、大西洋艦隊潜水艦部隊に合流した。3月3日にフィラデルフィアに到着し、 フィラデルフィア海軍造船所で9月まで修理が行われた。9月27日にニューロンドンに到着し、同地でトルコ海軍の兵員訓練を行った。ブロワーは1950年11月16日にニューロンドン海軍潜水艦基地で退役し、相互防衛援助計画の下、トルコ海軍に移管された。ブロワーはドゥムルプナルと改名され収益した。名は 気ド戦争におけるドゥムルプナルの戦いにちなみ、その名を持つ艦としては2隻目であった。ドゥムルプナルは1953年4月4日、ナト o の艦隊演習から、帰還途中に、ダーダネルス海峡で、スウェーデンの貨物船ナボランドと衝突、沈没した。この事故によりドゥムルプナルの乗員81名が、死亡した。ありがとうございます。